おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉瀬エピソード3やっていきたいと思います。前回はね、小太郎くんの好感度が下がり、その後小太郎くんの好感度が上がった回でしたね。結局プラマイゼロなのかと思いきや、ちょっとプラマイプラです。なので、次、まあ、小太郎くんの回が終わったので、ゆらちゃんに切り替えていこうっていうところですね。じゃあやっていきましょうか。はい、ゆらちゃん。あと一歩のところだったのです。立川さん、阿佐ヶ谷さんがつまらない意地を張らなければ。しかし、あれが二人なりの付き合い方なのでしょう。おそらく、ずっと前から。彼らは心配いりません。心配なのは、余計な横やり。日野さん、あなたのことですよ。小倉瀬などという邪悪な集団に唆されて、目を覚ましてください。日野さんの目を覚まさまさささパスサさオフ。日野さんの目を覚まさせましょう。日野さんに接触を。3回かな？また余計なこと。あ、でもね、今の日野くんはね、多分響かないと思いますよ。はい。何やら浮ついたご様子ですが、別にそんなこと。先輩、そんな調子では困ります。文化祭の準備もまだ終わっていないのに。ちゃんとやってるじゃないか。多分。いいえ、心ここにあらずといった様子です。その様子では近いうちに大きなミスをしないよ。しても別に影響ないだろうしさ。僕なんか。先輩、私たちは先輩が頼りなのです。導いていただかなくては。何を大げさな。僕にそんな。悩みがあるならば、先にそれを解決していただけませんか？そんな簡単じゃないよ。っていうか、絶望的っていうか。悩みというのは、真正面から当たっても解決できないことが多いと聞きます。ですから、悩みそのものではなく、その悩みの陰に潜む隠れた要因を。よくわかんないな。私も具体的には言えませんが、解決の邪魔をする集中ジェペパポ。私も具体的には言えませんが、解決の邪魔をする要因が見えませんか？邪魔をする要因、あなたにはわかるはずです。え？邪魔してるのユラちゃんじゃないの？小太郎くん？え？僕の邪魔をする要因？そんなの。あ、小倉瀬のこと言ってんのか？これか？信用できないぞ。小倉瀬失敗ばっかりじゃないか。はぁ。見える。僕、さ、振り回されてばっかりだよ。では、邪魔な要因は排除しましょう。あるいは、遠ざかるか。そうすれば、悩みの解決はすぐです。そうだな。うん。いいですね。余計な考えは、すべて捨てるのですよ。そうだな。他人に頼り切った結果、それが邪魔にしかならなかったんだ。そういう結末にたどり着いちゃうの？ちょっと待って、私、小倉瀬なんですけど、ちょっと申し上げてもよろしいですか？ですね、結果的にですね、邪魔をしてるのはですね、シンデッドライダーズというね、グループでしてね、日野さんをね、まどかさんからね、遠ざけようとしてるんですね、集団なんですね。その人たちがいなければね、小太郎くんの告白はきっと、告白はっていうか、まあ、ダンスパーティーに誘うことは誘えたと思うよ。まどかちゃんがついてきてくれるかどうかはともかくね。で、まどかちゃんなんだ。なるほどね。相変わらず可愛いね、立ち絵がね。じゃあ、まどかちゃんにしましょう。この前、ひどいこと言っちゃったな。ああ、武蔵くんにね。私のことを心配して守ってくれたのに、お礼も言えなかった。どうしても素直になれないのよね。だってあいつ、いつも突っかかってくるもん。またあいつを悪者にしようとしてる。私性格悪いな。今度会ったら、ちゃんとお話ししよう。武蔵と。ちょっと阿佐ヶ谷さん、ぼーっとしちゃっちゃ困るわ。
最終段階なんだから常にここでしっかり指揮してよ。ええ、あいつにお礼を言いたいけど今は忙しくて会えそうにないわ。まどかちゃんもね、そっか、素直になれない子なんだね。好きな子には素直になれないタイプなんだろうね、きっとね。だって他の子たちには素直でみんなに慕われてるんだからね。じゃあタマちゃんに変えますか。タマちゃんどうするの。日野くん、立川くんに立ち向かうなんてなかなかやるわね。それにしても立川くん、まどかさんのことがすごく気になるみたいね。さあ、交流委員の仕事しなきゃ。まどかさんはどこかしら。まどかさんと一緒に仕事っと。気になることもあるしね。まどかちゃんは執行部室にいるはずだね。あれなんだね、たまちゃんのことは嫌味な実行委員は邪険にしないのかね。あれか、たまちゃんは結構コミュ力高いからこの邪険にする嫌味な実行委員とも仲良くできちゃうのかしら。さあ行きましょうか。あ、いたいた。あ、いないし、邪険な実行委員。はい、こんにちは。あ、まどかさん、代々木さん、こんにちは。今日も作業よろしくね。うん、ちょっと聞いてみようかな、彼のこと。さあ、ことの葉ですね。はい、立川武蔵、阿佐ヶ谷まどか、両者の情報を集めていただきたいのです。なるほど、たまちゃん、ゆらちゃんから頼まれたことをちゃんとあれな、執行しようとしてるんだね。なるほどね。なんだ、ただ情報を集めたいだけじゃない。まあ、そこがね、偉いところですね。はい、ねえ、ちょっと聞いてもいい？何？以前チラッと見かけたんだけど、普通科の立川くんと一緒に下校してるの。ああ、うん、幼馴染なの。あいつとは腐れ縁ね。そう。でさ、聞きたいことっていうのは、彼をどう思ってるのかなって。私が？武蔵を？え？そう、一緒に帰る男子ってちょっと特別でしょ？だからそういうんじゃないのよ。私たちは友情はあると思うけど。え？まどかちゃん？そうなの？それ以上は？ないわよ、そんなの。あいつったら私のこと妹扱いよ。まどかさんの方がお姉さんって感じだけどね。どうなのかな？変なコンプレックス持っちゃって、どうせ俺は普通科だからって。最近はそのことで私に食ってかかってばかり。情けないわ、ほんと。あらあら、あいつがコンプレックスを克服してくれたらいいなって。そうね、克服できたら彼女たちも喜ぶわ。え？はい、いいえ、こっちの話。ごめんね、変なこと聞いて。うん、けど本当に私たち別に特別な関係じゃないからね。うん、わかったわ。勘違いされるとあいつに迷惑がかかるんだ。なんだよ、まどかちゃんも好きじゃん。もうもうな、ああ、小太郎くんごめんね。どんまいどんまい。もう次の子行こうぜ。もうここにはね、立ち入れないわ。無理よ。すっごく微妙な仲なのね。日野さんにもチャンスあるかな。ないだろうね。じゃあ、秋葉くんに変えるのか。じゃあ、その前にちょっとセーブしようかね。はい。秋葉くん。ゲンゲン？どうする？あれからどうしたものか。今後の方針は僕も考えてるんだけどね。いや、まあ、とにかく、依頼人たらば簡単なのさ。うん。わかったよ、カンタ。僕も彼をなだめてみる。大丈夫なのかに、これ。じゃあ、私はこれで。リーダー、これからどうするの？武蔵くんがまどかさんと喧嘩してくれたおかげで、今は微妙なバランスを保ってるけど。彼ら二人は意地を張ってお互いの行為を伝えようとしない。でも、状況はどんどん難しくなってるな。立川武蔵と阿佐ヶ谷まどか、きっと彼らは次に顔を合わせた時に和解してしまう。やっぱりまどかさんも武蔵くんのこと好きなんだろうね。ええ、明らかに。だよね、武蔵くんも彼女に近づこうとするだろうね。きっと文化祭のダンスパーティーに誘うわ。
そこで愛の子加工するのが恒例になってるからね。立川武蔵が動く前に勝負を決めないといけないようね。いや、武蔵くんが動く方が先かもな。依頼人も奮闘を始めたようだけれど、もうなりふり構ってられない。とにかく僕も依頼人に接触しよう。気をつけてね、リーダー。うん、小太郎くんに接触だ。ただし物陰から姿を見られちゃいけない。なるほどね。カンタくんのことはまあ小倉瀬のメンバーってバレているけれども、ゲンゲンのことはバレていないのか。まあ姿見られたらね、なんかメンバーのうちの2分の1がバレちゃうってことだからね。あ、違うのか。小太郎くんどこにいるんだ。外に出れなかった。2階あれか、新校舎行くのかな。あ、はいはい。おっと、不用意に近づいちゃダメだ。え、もう一回。あ、なるほど、姿見られちゃいけない。あ、はいはいはい。小太郎くんがまずどこにいるかを把握したかったから。そこにいたのね。あの、いつも雑用を受けているところね。ここね。はいはい、ここでしょ。日野小太郎くん。え、あ、誰。し、日野くん、まだ契約は生きている。遅らせ、この前のあれは何だったのさ。先日の失態は謝ります。ただ計画に支障はないので。依頼人の意思を確認する必要がある。あれ、これ依頼を撤去っていうか、あの、撤回しちゃうんじゃないの。彼らは一体僕にとって何なんだ。どっちだ。いや、こっちまず先に行ってみる。信用できないぞ、小倉瀬、失敗ばっかりじゃないか。あ、こっちから行こうか。じゃあ僕、君らに振り回されてるだけだよ。途中でどういう印象を持たれようと、最後は悪いようにはしないさ。今の僕は以前とは違うんだ。助っ人だっている。あ、え、助っ人のことを言うの？こっち？あ、そうなんだ。あの、武蔵くんのことの歯を使うんだね、ここで。君たちより、昨日知り合った武蔵くんの方が真剣に助けてくれそうだよな。ちょっと待って、日野くん、武蔵くんって。ああ、普通科の人なんだ。あるきっかけで友達になってさ、助けてくれるって。阿佐ヶ谷さんについて、武蔵くんと話したと。いや、阿佐ヶ谷さんのことは武蔵くんに話してないけど。はあ、でも彼に言われて気づいたんだ。僕は何に対しても真剣さが足りない。それはどういう意味？文化祭準備に専念したい。だから、君らとの契約は取り消せないかと。本気なの？うん。今は準備を真剣にやって、文化祭の後とかに、また。遅いんだな、それじゃあ。え？いや、検討するよ。じゃあ。情けない僕とはお別れだ。よし、どっかへ帰ろう。あらら、そっか、遅いんだよね、それじゃあ。もう多分そこがくっついちゃうよ。で、武蔵くんに、武蔵くんのことなんか裏切り者とか言いそうじゃない。だって知らなかったんだからさ、それは仕方ないじゃんってなるよね、多分ね。どうすんだろうね。お、あ、いろいろアドバイスをしてくれた子だ。あれ、なんか小太郎くんの顔グラが変わった。ちょっとなんかキリッとしたね。あれか、なんか僕は変わるんだぞみたいな顔か。そっか、前、あれ変わったね。へえ、現在捜査人物の立ちグラも変わるんだ。なるほど。え、読みますか。え、現在捜査人物、今回の依頼人日野小太郎、特別課2年、キリッとしている、引き受けたもの、かっこたっぷり、あと10センチは伸びる。あー、もう宣言してる。頼りになる、天然パーマ七三分け、覚醒、真面目、一生懸命、ヘラヘラしない。おー、ヘラヘラがなくなった。いや、ヘラヘラなくなってくれるとね、私的にも結構ありがたいんですよ。なぜかというとね、ヘラヘラするとね、あの、息がめちゃめちゃ漏れるからね、あの、喋りすぎると酸欠になるんですね。いや、小太郎くん、よくやった。
頑張れよ。でも多分ちょっと遅いんだけどね、それじゃね。じゃあゆらちゃんに変えますか。日野さん、いかがですか準備の方は。ああ、君の言う通り、迷いの要因を排除して頑張るよ。まあ素晴らしい。それで排除はできたのですか。まあ向こうは検討するって。僕は縁を切ろうと思ったんだけど。任せてほしい。文化祭準備、頑張るよ。そうですか。さすがですわ、日野さん。ありがとう。じゃあ。計画通りですわ。赤い糸を守るには、日野さんを遠ざけるのが最善なのです。早速お姉様に報告を。この状況をお姉様に報告。マジで全くめぐみちゃんここの部屋から動かないよね。ゆらちゃん頑張るね。はい、どうも。ユラ、何かニュース？はい、お姉様。日野さんの決意をお伝えしますわ。なるほどね。小倉瀬じゃなくて、ことの葉で。これだ。まあ、向こうは検討するって。僕は縁を切ろうと思ったんだけど。では、依頼人自身が依頼の取り下げを願ったと。はい、その通りですわ、お姉様。やったわ。依頼自体がなくなっては。小倉瀬は何もできない。はい、私たちの勝利は目前ですわ。え？いいえ、ユラ、勘違いしてはダメよ。と言いますと？勝ち負けが目的ではないの。私たちは運命の赤い糸を守るのが使命。でもさ、めぐみちゃん、違う、エピソード3の最初の頃にさ、なんかあ、ゲンジに勝ったわ、ヤッホーみたいなこと言ってなかった？もうなんか、お互い目的を忘れかけて思い出して、忘れかけて思い出してをしてるんだね。なるほどね。ちょっと一回飲み物飲みますね。はい、じゃあ続きやりましょう。そうでした。軽はずみな発言。申し訳ありません、お姉様。いいのよ。でもまさか依頼人が辞退するなんて。やはり、運命は小倉瀬を拒絶しようとしているんだわ。お姉様。ですが、秋葉源氏は依頼取り下げを受け入れてはいません。そうなの？なんて往生際の悪い。ユラ、なんとかするのよ。秋葉源氏を諦めさせるの。はい、お姉様。ここで手を緩めてはいけません。情報屋の力でダメ押しを。なるほどね。タマちゃんのところに行くんですね。じゃあ、たまちゃん、切り替えましょう。最近顧客が多くて忙しいわね。商売繁盛で何よりだわ。お！わー、ゆらちゃんか。先手を打ったね。失礼します、代々木たまさん。あらら、特価のゆらちゃん、また来たんだ。ええ、ジュースを持ってきました。ジュース？もう報酬はもらったけど。これは新たな依頼の分ですわ、代々木たまさん。また何か依頼？何をしてほしいの？私たち TRL の依頼は。TRL ったら、私にすっかり頼りきりね。頼りきるのも、どうかな？たまちゃんのことはね、ずっとね、こう信用してるとね、ちょっと痛い目を見るんですよ。こっちは痛い目を見ましたから。まあ、報酬渡さなかったこっちが悪いんですけど。で、お姉様の意思は私の意思。なるほど。どの派。ユラ、なんとかするのよ。秋葉源氏を諦めさせるの。秋葉源氏さんが依頼達成を断念するよう仕向けていただきたいのです。秋葉くんを諦めさせるのね。簡単じゃないわよ。それは承知しています。だからこそあなたにお願いしたいのです。あら、たまちゃんたらお客様からこんなにも熱い信頼を得ているのね。小倉瀬のことを知り尽くしているのでしょ。あなたにお願いするのが一番かと。まあやってみるけど、彼結構頑固だからな。しかし、依頼人はすでにやる気を失っているのです。そうなの？ええ、秋葉源氏に依頼取り下げを願うほどに。ありゃ、まあ、負けず嫌いの秋葉くんは当然受け入れないでしょうけど。困った人ですわ。そこで、あなたに説得をと。いいわ、わかった。期待しています。では。
過剰な期待は困るけど、やってみるわね。彼女は中立。いえ、今は私たちの味方。どうかな？いや、味方って思っちゃいけないと思いますよ。タマちゃんはね、いつだって中立なんです。報酬をくれる人の味方なんですよ。つまり、ゲンジ君がいっぱいジュースを持ってくれば、タマちゃんはこっちの味方をしてくれる。よし、秋葉くん、行くよ。ジュース大量に持ってこう。全部完済した上で、もっと持っていこう。よし、行くよ。これからどうする？とりあえず、タマの様子を探るか。オッケー。まあ、多分ね、諦めろって言ってくるでしょうね。さあ。てか、まずジュース買いに行こうよ。ゲンゲン。ジュースだよ、ジュース。まずジュース。でも、多分、放送室に行けと言われるんでしょう。はい。行ってみる？秋葉くんさ、聞いたわよ。依頼を取り下げられたんだって？そんな話知らないよ。じゃあそういうことにしとくけど、これからどうするの？どうもこうもないよ。小太郎くんからの依頼を果たすまでさ。難しいんじゃないの？だって依頼人がやる気ないんだもの。そんなことないよ。適切な機会にちゃんと告白するさ。ライバルより先にね。そのライバルの情報教えてあげよっか。たま、また変な情報をつかまそうとしてるんじゃないだろうな。たまちゃんどうするんでしょう。このこと秋葉くんももう知ってるでしょうけど。こっちか。どうなのかな。変なコンプレックス持っちゃって、どうせ俺は普通科だからって。立川くんもコンプレックスの体でなかなか特化に近寄れないよね。知ってるよそんなの。秋葉くん諦めないの？なんで諦めなきゃいけないのさ。私の助言は聞いとくものよ。情報通なんだから。何が助言だよ。邪魔してくれたじゃないか。秋葉くんが諦めれば TRL もきっと満足するんじゃないかしら。せ、もういいよ。せいぜい相手に協力するがいいさ。秋葉くんったら報酬払わずに行っちゃった。もう追い詰められた秋葉くんを見るのも久しぶりよね。面白い。ハマちゃんが絡むとなんでこんなにも物語は面白くなるでしょうね。ゲンゲン、外堀埋まってるな。アジトで相談しよう。そうか、ハマちゃんに全部完済してさらに払うのが先というか、まあその方が絶対いいと思うんだけど。でもあれか、お金がないか。なんか特化生の方がお金持ちなイメージあるしな。というわけでね、もう依頼人が萎えちゃって。ひたむきさと真剣さをたたえた目つき。恋愛より仕事。依頼に一皮抜けたようね。だから私は言ったんだよね、気が進まないって。ちょっと先輩、この依頼を持ってきた張本人が何言ってんです？だってね、リーからの依頼かと思ったんでね。バカなこと言ってないで、何かいい方法考えてくださいよ、リーダーも。小太郎くんの成功のためには相当強力な助けがいると思うな。赤い糸紡ぎ、マジ？あ、ここで赤い糸紡ぎするんだ。なるほどね。ゲンジが必死に考えている。子供の葉で思考を導こう。一度も間違わずに全問正解するとおまけが追加されるかも。セーブしたいね。あら、新しいイラストになってるね。ちょっとさ、グラフィックだけだとあんまり気づかなかったけどさ、ゲンゲンさ、ちょっと顎ひげ生えてるんだよね。もう武将ひげってやつでしょこれ。もうちゃんとね、剃った方がいいですよあなた。どうしよう。小太郎くん、この前の失敗のせいで僕らに不信感を抱いてしまったらしい。そのせいか勝手な行動をして。小太郎くんの勝手な行動、ある人物に接触しちゃって。まずセーブしよう。あれだよね、追加エピソード見たいからね。で、ある人物に接触しちゃって、なるほど、武蔵くんと接触しちゃってって話か。まあ普通科の人なんだ。あるきっかけで友達になってさ、助けてくれるって。これだ。オッケー。どういう経緯かは知らないが、
武蔵くんに出会ってしまい骨抜きに。純真な彼のことだ。二人が仲良くなっちゃったら絶対に相手に譲るに決まってる。もし二人が同じ人物を好いていると分かったらどうなる？二人は共に同じ人物を好いていると知っている？いや、これは知らないはず。知らないんだけど、いや、阿佐ヶ谷さんのことは武蔵くんに話してないけど、これだ。2連続ヒット。武蔵くんが小太郎くんより先に動いてしまったら、武蔵くんが阿佐ヶ谷さんに会いに特化まで行く可能性は今のところはないんだよね。コンプレックスがあるから。これね、立川くんもコンプレックスのせいでなかなか特化に近寄れないようね。3連続ヒット。いや、彼のコンプレックスのおかげでなんとか大丈夫そうだ。コンプレックス。しかし彼には厄介な味方がいる。勝手に武蔵くんの味方をする彼女たちの厄介な信念とは。TRL だね。ちょっと待てよ。ちょっと待って、一回セーブしましょう。間違えそう、怖い。もうなんか、セーブのところでもさ、ほら、ゲンジ困るって書いてある。ゲンジくん困っとるわ。これかな？秋葉くんが諦めれば TRL もきっと満足するんじゃないかしら。まあ、TRL っていうワードが入ってるのがこれしかないから、これかな。あー違う！戻りまーす。え、どれだろうね。よかった、セーブしといて。あ、これだ。お姉様からの伝言です。阿佐ヶ谷さんと立川くんの赤い糸は、私たちが必ず守る。OK、4連続ヒット。武蔵くんを応援する TRL。もし彼らが、間違った。彼女らが本気で動いてしまったら、TRL が望んでいることは何だ？望んでること？これじゃない？秋葉くんが諦めること。OK、5連続ヒット。あ！あ、リーダー、お腹すきました？あれ、リーダーどうしたんです？もう、依頼人はほっとくってのはどうかな。ちょっと、リーダー何やる気なくしてるんですか？だってさ、依頼人は依頼を取り下げるって言ってるんだし。私もそれがいい気がするね、正直な話。TRL が武蔵くんとまどかさんをくっつけにかかるだろうな、きっと。リーダー、依頼は絶対に果たすんでしょ？忘れたんですか？依頼取り下げは数に入らないよ。失敗にはならないさ。まあもういいですよ。じゃあ私も降りる。ちょっとリポリン。謝ってはダメよ。リーダーも信じて。信じるったって、もう諦めてるじゃないですか！ブンブン！あーりん。やだな、参ったな。相当トサカに来ちゃってるよ、リポリン。リーダー、どうするの？いやー、そっとしとくしかないかな。こりゃ、依頼どころか小倉寺の危機だね。とにかく、なんて書いてあった？OK。とにかく、小太郎くんの気持ちを確かめないとね。物陰から。なるほど。あー、で、ここからリポリンとカンタくんになるのか。一回セーブして、今回これくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。私はね、多分、秋葉くんっていうか、まあ、ゲンゲン？まあ、どっちでもいいや。ゲンゲンはね、そんな簡単に諦める野郎じゃないと思うんで、まあね、その相当強力な味方がいるっていう風なワードが出たじゃないですか。だからもうね、敵を欺くには味方からみたいな、そういうことなんじゃないって思うんですけどね。だから私も一応欺かれといた方がいいかな。じゃあ欺かれときますね。ってことで、また次回、おつぴよでーす。